はい、こんにちは、かたちまんです。今回は焼津市超絶品グルメご紹介いたします。僕もねちょいちょい行くんですけど、超ふわとろのめちゃくちゃ美味しいオムライスが食べれるお店ご紹介いたします。なんかね深海ザメとかもねあるらしいんですよ。どんな料理なのかなってちょっと気になるんで、それもちょっとね頼んでみようかなと思います。では早速やっていきましょう。今回ご紹介するお店は焼津市にあるグリル笹屋さん。大人気オムライスや地元の食材を使用した料理が食べられる洋食屋さんです。概要欄に Google マップ貼っときます。はい、では早速入っていきましょう。で、入り口入ってすぐ早速有名人のサインがずらっと並んでおりました。サネカめっちゃ来てます。はい、では早速店内入っていきます。和と洋がいい感じに混ざり合った落ち着いた空間になってました。テーブルは1枚板かな。こだわりを感じました。座席もあるのでお子様連れの方でも気軽にご来店いただけます。ママ友ランチに最適です。今回は店主さんにご配慮いただき、隅の座敷席に座らせていただきました。撮影協力本当にありがとうございます。メニュー紹介していきます。まずは笹屋さん人気メニューオムライス。種類が豊富で和風洋風と何種類ものオムライスがあります。オーソドックスなものからここでしか食べられない組み合わせもあります。はい、期間限定メニューもあります。月で変わるみたいなので定期的にインスタもチェックです。もちろんオムライス以外にもカツカレーなどのメニューもあります。平日限定でやんちゃなオムライスあります。大盛りオムライスとトッピングのがっつりセットになっております。もちろん平日のお得なセットメニューもあります。各種プチオムライスとサラダ、スープ、ドリンク、さらには自家製プリンまでついてくる超お得なセットです。お酒も売ってます。でね、紹介してる間に最初のオムライス来ちゃったので紹介します。まずは1品目、ランチメニューの定番プチササヤランチセット。たっぷりデミソースとケチャップが贅沢にかかった笹屋さん超定番の人気メニューです。自家製プリンがおしゃれすぎてフライングで写しちゃいました。では早速いただきます。まずは卵のふわふわ感から堪能してもらいましょう。スプーンがねふわとろの卵に吸い込まれてきます。半熟の卵がねマジでいい感じすぎて、もう見てるだけで美味しいですし、マジで映えます。もう我慢できないんで一口目いただきます。半熟卵とケチャップライスの食感が絶妙でめちゃくちゃ美味しいです。ケチャップライスもシンプルな味付けで、デミソースと卵の相性抜群、王道のオムライスでした。お次はなかなかお目にかかれない料理、深海ザメのカルパッチョです。透き通る白身が食欲をそそります。深海魚はイメージ的にトロンとしててあまり歯ごたえがないイメージなんですが、どうでしょうか。いただきます。めっちゃねコリコリしてて美味しいです。高級な白身魚食べてる感じ。お酒とめちゃくちゃ合いそう。昼から飲みたくなっちゃいますね。上にかかってるソースがすごいさっぱりしてて、淡白なサメのお刺身とすごく合います。めちゃくちゃうまいです。今オムライスとカルパッチョいただいたんですけど、この後ね梅カツオムライス来るんですよ。結構お腹いっぱいになるかなと思ったんですけど、マジペロリですね。いや楽しみだな。こちらが2品目、梅カツオオムライス。全国でもここでしか食べられない珍しい和風オムライスです。カツオそぼろがたくさんかかってます。ふわふわの卵に中のライスは白ご飯、もちろん映えます。早速いただきましょう。カツオとオムライスの相性抜群、梅干しとね一緒に食べてみましょう。これはね完全に初体験です。酸っぱめの梅干しでねめちゃくちゃ相性いいです。ご飯の中にもねカリカリの梅が入っていました。こういうところにこだわりを感じます。めちゃくちゃ美味しかったです。この後はオーナーさんとお話しさせていただきました。気さくな方でした。最後は自家製のミニプリンいただきました。濃厚な甘いプリン、ミニだからもっと食べたいってなっちゃいますよね。でカラメルソースをかけるのを忘れちゃってました。いい感じのね苦味とプリンの甘さが最高でした。はい、ごちそうさまでした。大満足です。はい、って感じで笹屋さんの絶品オムライスと、あとは深海ザメのカルパッチョ、めちゃくちゃ美味しかったです。もうねオムライスお腹いっぱい食べれないかなと思ったんですけど、ペロリっすね。はい、って感じでね、焼津市からぜひね笹屋さん食べに来てみてください。すごい店主さんもね明るくてすごい穏やかで優しい方でした。また飲食店紹介もぼちぼちやってきますので、ね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。また見てください。バイバイ。